おはようじゃないよ。おはようじゃない、おはようじゃない。こんばんは、ドラヘイです。皆さん、よろしくお願いします。 あ、熊さんいらっしゃい。ちょっと待ってくださいね。こんばんは、ティラミスプリンさん。えっ、ー、と、マッチングアプリでの報告会を行いたいと思います。フォロワー1000人のドラヘイです。よろしくお願いします。お疲れ様です。熊さん、先ほどのライブは楽しかったですね。まさにハリータイムに、タリーさんによるメダリストの大博覧会という感じでしたね。とても楽しかったです。僕も負けじとというわけじゃないんですけど、えっ、ー、と、 アンドロイドユーザー側の残念会を開きたいなと思います。でね、その残念会を開くにあたって、ちょっと話題がないと話題っていうかね、もしも話す内容がないと悪いと思うので、その間、人が集まるまでは僕のマッチングアプリの報告会を、のリベンジをしていきたいと思いました。もちろん、アーチさんいらっしゃいませ。そのマッチングアプリでね、実はいろいろ今まで頑張ってきたんですけど、 実はオフ会は2度目でして、1度目よりかは2 2、2度目っていうのは2人目、今回会うのは2人目ですね。あっちさんこんばんは。今回会うのは2人目なんですけど、まあ今までとは全然女性の質って言ったら悪いですけど、女性と、人としての質が違うなっていうのは感じましたね。僕はどんなマッチングアプリの人を会ったかっていうと、 まず、マッチングアプリって男性が有料なんですよね。基本的に。で、女性は無料なんですけど、で、とりあえずお互いになんか写真とか見て、プロフィールとか見ていいねと思ったら、いいねボタンを押して、お互いにいいねやったらメッセージを交換できるっていう仕組みなんです。一通目だけ。で、そこからは有料の課金をして、二通目以降は男性側はお金を払ってメッセージのやり取りを行うんですけど、 そのメッセージのやりとりがですね、<laughs> せっかくマッチングしたのに、そっからが全然、読んでもくれないとか、返事をくれないどころか、既読スルーのままでずっとやってる人もいるんで、そっから会うのが大変なんですよね。で、いざ僕が最初の一人目と会うときになったんですけど、その一人目がもうすごい、バリバリのキャリアウーマンっていうか、まあ、言っちゃ金、 言っちゃ悪いですけど、なんか金に取り憑かれてるような人でして、なんか、そのブログでも書いたんですけど、もう、もう派手な財布と帽子と着てて、ああ、お金、リッチな人だなと思ってたら、なんか、20代で早く、20代っていうか早くお金を貯めてリタイアしたいなとか、なんか株は一時情報に触れてない。 触れれるようなな人脈を持ってないとダメだとだか言われてあ、なおさんこんばんはんありがとうございます。その一時情報に触れてない、触れるために人脈を作るのにすごい大変やったんやとか、あとはね、その、何やったっけな。なんか、自分はコンサルしてるんやとかって言ってなんか、困ってる人を助けてお金をどうのこうの、なんか、すぐ話してもお金やつ。 違う話題に振ってもお金は、仕事の話ってなってしまって、すごい辛かったんですよね。で、その人と3時間も喫茶店のコーヒーいっぱいで粘ったっていうのは、あの、その人はなんかちょっと食べ物とか頼んでたんなんですけど、なんかもう、お金まで払って、てこっちが全部払って、3時間、なんかお金についてがめつい話をずっと聞かされた時は辛かったですね。 それが最初にあったマッチングのオフ会の人なんですけど、オフ会っていうかね、マッチングアプリで実際にあった人の一人目なんですけど、今回の人はすごいいいですね。二つぐらい年上なんですけど、ちゃんと話とか雰囲気がすごいいいなって方で、なんかこっちのつまらない話もちゃんと聞いてくれるし、答えてくれるし、なんかずっと車運転しながらとか、基本的にそんな、 喋らないっていう時間がなかったですね。ちょっとずっと喋りすぎて疲れたってことがあるんですけど、そんなにね、うまいこといくんかなと思って。まあ、マッチングアプリは結構、長いことやってると、あれですね、釣りアカウントとかも上がってくるようになるんで、あ、これは確実に、 なんか、業者の釣りアカウントやなと思ったら、わざと、いいねをして、報告してこ、これは釣りアカウントですよって、やって、いくよ、行くぐらい、緩和鋭くなって、案の定、次の人が1時間後、下手すると1時間後ぐらいには、このアカウントは、 違法なことをしてたので、イエローカードですって。また1時間経つと、このカードは強制終了、強制大会になりましたとかって言われるようになったんで、そういった嗅覚は身についたと思います。皆さんはなんか、マッチングアプリとか使ったことありませんかどうですか、ね また遊ぶ約束はしたんで、今度も頑張ろうと思います。原昌さん恋愛のプロレ、あ、プロ恋愛師さんいらっしゃいませ。そうですね、次は会う約束はしたんですけど、僕のアプリの、まだ連絡先っていうか LINE は交換してないんですよね。だから次は、その、実はその次遊ぶ日も決まったんですけど、その日までに、 ラインの交換先をマッチングアプリ上で何とかして聞き出さないと開かないので、そうしないと期限が切れちゃうので、そっから先を頑張りたいなと思ってるんですけど、こんばんは、原翔さん。そっからですね、なかなか、次結構夜遊ぶってなっていきなり、だいたいなんかデートって昼間のちょっと3時間ぐらいがいいかなと思って、個人的には思ってるんです。ちょっと昼飯とかお茶して、 街とか見たいところプラプラして、ほんで返してあげるっていうのが一番ベターかなって個人的に思ってたんですけど、次いきなり夕方とか夜夕飯食べるってことになって、どうしようかなって悩んでしまっててね。で次はちょっと、あの、お互いの中間地で待ち合わせしようってことだったんで、運転的にはすごい楽なんですけど、どこ行こうかなっていうのがなかなか思いつかなくてですね。 次どうしようかな。女性って何が好きなんかなってすごい悩んでるところなんですよね。とりあえず喫茶店のパンケーキが美味しいところで、まあ最悪パンケーキでもいいかなっていう、夕飯パンケーキかなと思ったんですけど、まあ軽食とかね、ナポリタンとか。 喫茶店のナポリタンとかで美味しそうかなと思ったりして、そこにしようかなと思ってるんですけど、どうですかねもし女性がこの中にいるとしたら意見として聞いたんですけど、喫茶店のナポリタンとかで夕食はどうですかねありですかねなしですかねもうあんまりそういう恋愛とかしてこなかったんで、女性の好みも全然わからなくて、困ってるんですよね。 皆さんはどう思われますかやっぱ一回目で、そんな、喫茶店のナポリタン。いや、でも喫茶店のナポリタン美味しいですよね。喫茶店の料理とか結構好きなんですけど、サンドイッチとか、もちろんパンケーキ大好きですし。あれだと思いますよ。ありですかね。逆に一回目から僕ら、僕らっていうか、僕とその、二回目のマッチ、二回目でオフ会した、二回目の、 二人目か。二人目のオフ会で行った人は、い、一番最初におはぎを食べたんですよ。その JA の直売所がやってるおはぎが、個人的にすごいおすすめだったし、相手も話の流れで、あんこ嫌いやったけど、そのおはぎ食べてみたいっていう話だったんで。あ、聞いてみるとか。そうですね。聞いてみようと思います。ビーバナー様にいらっしゃいません。そのね、あんこが美味しくて、って思って、 その直売所に行ってね、おはぎを買ってその場で食べたんですけど、まあある程度喜んでもらえたんです。よかったなと思って、その後やっぱ少し小腹が減るっていうか、それでは足りないんで、福井県の駅に行ったことがある人はわかると思うんですけど、その駅そば立ち食いそば屋さんがあるんですけど、そこで立ち食いそばを食って、初回で立ち食いそばかよって感じで、ね、 やっぱ惹かれたかなとか思ったり。ああ、こんばんは。気まもなくおさん、こんばんは。初回で立ち食いそばで昼飯ってありなんかなとか思いつつ、なんか話の流れで、駅そばこないだ好きだったんで美味しかったんですよ。っつったら、あ食べたことないで食べてみたい、チャレンジして、あの、そういう経験がないでチャレンジしたいって言ってくださったんで、お言葉に甘えて駅そば連れてったんですけど、どうなんですかね。やっぱちゃんとしたところでランチとか、 した方が良かったんかなと思ってるんですけど、ちゃんとしたとこって言ったって、トンカツとか駅中の駅周辺の飲食店。今再開発やってて、福井駅って、ん猫玉がおる。あ、ビー玉さんがいらっしゃいますね。そのね、駅の再開発。 その食べるとこがだいぶごそっと今再開発でお店閉じてなくなってるんでどうしようかなっていう感じでまあなんとなく駅蕎麦、なんとなくてかその駅そば食べてまあ不機嫌な顔はしてくれなかったのですごい嬉しかったんですけどまあその後駅の周辺とかちょっとロフトとかあるんで見て回ってああこれいいねとかあれいいねとかって見て回ってで で、それで、ちょっと最後にコーヒー飲んで、お別れ、あの、彼女の近くの最寄りの駅のまで送って、1時間ほどかけて送ってあげて、その後2時間かけて帰ってきたってわけなんですけど、どうなんでしょうね。初回に立ちそばは、いくら相手がね、なんかこっちに気使って合わせてくれたって言っても、それはないかなとか思ってしまったりとかして、結構反省してるんですよね。 皆さんはどうですかもし女性の立場やったら、一発目の昼そ、昼や、昼の食事が、駅の立ち食いそばってありなんですかねとかって。逆にそれでもいいって言ってくれる女性やったら、捕まえんとあかんなと思ってしまって。どうなんでしょう二回目はどこにしようかなって悩んでますね。でも、なおさんがね、ありだと思うっていうし、まあ、まだ聞いてない、聞いてないんで、とりあえず第一候補として、 喫茶店で、パンケーキが美味しい喫茶店で、まあナポリタンとかそういう軽食を食べようかなと思ってます。りょうさんこんばんは。みほさんこんばんは。バードラーピさんこんばんは。どこですかね皆さん、一発目のデートで立ち食いそばって経験したことありますないかなないでしょうね。でもそんなこと、それでもいいって言ってくれる女性がいるってことはとても嬉しいことですよね。 はい、こんばんは、はじめまして。そうなんですよ。なんか、あと、女性が喜びそうなやつ、もちろん直接聞くのが一番なんですけど、なんか、どう言ったらいいかな。なんか、相手に気使わせるばっかも、なんか尺に触るというかなんかなんで、どこがいいかなって。ラーメン店はそんなに好きそうじゃない、好きそうっていうかね、連れて行くのはハードル高いし、 焼き鳥とか居酒屋はちょっと立ち食いそばは何かがある感じすそうですね立ち食いそばの後とはちょっとショッピウィンドウショッピングっていうかまあちょっと物駅前の再開発の様子とかを見てお店巡ってほんでちょっと喫茶店みたいなところでコーヒー飲んでって思ったんですけど 次はどうしようかなと思って、喫茶店で夕飯食べた後、どこ巡ろうかなって、夜になるとそんな、やってるとこも少ないし、うん、福井なんでね、なんか見て回るようなとこ夜ないんですよね。金曜日の夜、今度会う。次の、次の週の、金曜日会うことになるんです。 買い物とかめっちゃオシャレなカフェ。そうなんです。で、夕飯はおカフェ、僕がいいなと思ったカフェに行くんですけど、そこでナプリタンとかそういう軽食を食べようと思ってるんですけど、夜買い物次どこ行こうかなと思って、八号線の周りしかなくて、でもそんななんか見て回るようなとこが金曜の夜やってるかなってすごい不安なんですよね。うーん 映画はちょっと退屈しそうやし、なんかそういった見て回る系とかがいいかなと思って。ワードラビさんありがとうございます。フォローありがとうございます。ですね。何がいいかな焼き鳥とかは匂いがつくでダメやし、意外と、あ、でも寿司なんて回転する寿司しかないしな。 景色のいいところまで。そっか。そうなると海とかなるんかな。明日は山。景色のいいとこ。福井市内ではないな。海まで行かんとは分かんし、海。で、夕方6時。16時半ぐらいやと。金曜日の夜前やとな。 何がいいかな映画ショッピングはなんとか行きたいなと思ってる他になるかなやることっつったって夜やしなカラオケとかボーリングとかそういう遊び系もいいんかなお酒はねお互い車乗る乗って待ち合わせするの飲めないですし みポリさんいらっしゃいませ。そうですね。今から新そば屋でまたそばの食べ比べとかしますかね。女性や、女性で回転寿司ってどう思いますスシローとか、そういった系の回転寿司。まあ、立地なとこもあるんですけど。こんばんは、ミポリさん。 回転として自分は個人的にいいなーって思ってるの理由がありまして、あの、食べる量を調節できるで、バリエーションも多いそのデザートもあるし、ジュースもあるし、その自分の量とか好みに合わせて好きなものを食べられるでいいなぁと思うし、もしもね、相手がそれでいいって言ってくれるんやったら、それでね、好みとかもなんか少しはわかるかなって、あ 魚結構好きなんやな。でも青魚はダメそうやなとかっていうのが見れるかなとか思ったりするんですけど。あとは無難にパスタとかなんかな。洋食。定食屋さんは福井にそんななかったし、あっても大戸屋やし、チェーン店ってあんまり行くのはダメなんかなとか。あんまり女性と付き合った経験がないので全然わからないんですよね。 女性として連れてってもらったら嬉しいとこはどこですかね何が好きとか聞いてみてまあそっか下手に考えるより聞いた方がいいですかねそれって嫌じゃないですかなんか私のこと何も考えてないのとか最初から正解してなんか自分のこと考えてくれないのとか男なのにプラン立てないのとかって思われないんですかね無難はパスタかなあ,あそうですか 聞いてみるかパスタがいいかなと思ってるんですけどなんか好みはありますかぐらいに聞いとけばいいですかねがっつり焼肉が好きだったらそれはそれで僕すごいキュンってするんですけどえそんなに好きなのとかって <laughs> 焼肉やったらシ合でみそも連れて行きたいなと思ってるんで聞いてくれてそれを試合に入れてくれるか考えるんですあそうそうですかねうんなるほど あ、両刑の偏見のアジオさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。そっか。あらかじめある程度、まあ、パスタとか決めておいて、なんか好みあるって聞く、二つのプランで行くといいってことですかね。ありがとうございます。そうですね。聞くのが考えてくれてるなっていうことですよ。なるほど。いいなでも、食事はそれで行くとして、まあ、 どこ行きたいかも聞いとかんたかんな。でも、福井の夜難しいないなんか見て回るような場所はない。都会みたいにキラキラ輝いてるわけでもないし。うーん。海まで行くと逆に暗すぎた危ないし嫌やろ、怖いやろうなと思,って思うし。かついて山に行くのも夜やで無理やし。そんなね、人気のないとこが行くわけにはなかいかんしな 一つのプランしか考えてないので、A と B コースが来ず、二人で話し合うのがいいでと。そうですね。ちょっと考えてみますね。なんか見たい。本当はね、なんか足のある温泉街まで行こうよって話なんですけど、ちょっとお互い時間と都合が合わなくて、な近くで済まそうやーって話したんですけど。そうですね。なんか探してみますか。二人で話し合うのが一番ですよね。 あとは問題は LINE の交換先をなんとかアプリの期限内に聞くってことですかね。一人よりが一番怖い。なるほどね。ありがとうございます、ミポリさん。そうですね。LINE はもうそろそろ聞いていいかなって。今までで一番レスポンスも早いし、話してて無理が。自分もなんかそんな負担じゃないっていうのが一番大きいですね。 レート中にもう一つはどんなのだったのって聞かれたら、じゃあ次は応援してるね。ありがとうございます。はい。皆様からアドバイスいただいて、とりあえず頑張って聞いてみようと思う。話し合う。次はね、実は20日に行くんですよ。20日じゃない。え 14日、あ、20日、20日。次は20日に会うアスコフをしたので、またその時に報告ができればいいなと思います。それではね、聞いてくれた皆さん、これで報告会を終わりたいと思います。最後にね、お手を一ついただけると、名前をコールさせていただくので、ぜひフォロー、フォロー返しをさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。それではお手を拝借。 あら、もう誰もいないのかなそれでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。